さあ今日はこれから十勝の叱別湖コタンまで家族で行ってこようと思います。今日はステップワゴンで行きましょうか。叱別湖の氷の上にあるコタンですね。天気は快晴ではありませんが雪は降らないみたいなので行ってきましょうか。ダメだと思うけど、あれ ETC カード入れたよね。いやこの天気続けばいいけどな。あれここはね、一応叱別湖は曇りだったはず。バイ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 。あまり滑って危なくなったことがないってこと？あまり滑って危なくなったことが、多分それ車のブレーキがいいんじゃなくてタイヤがいいんだと思うよ。だって前の車がさ、発進の時とか滑ってるなってなってさ、うん、次自分滑んなと思っても全然滑んない、うん、あとツルツルでやばい止まらないかもしれないって思っても普通に止まる、うん、へえ。タイヤかね、やっぱりタイヤかな。タイヤだと思う。私の運転技術じゃなくて運転技術じゃないんだ。笑うとこじゃないし違う、運転技術違う、違うと思うよ。違うって。なんか天気悪くなってきたね。そうだね、さっきまでめっちゃ晴れてたの。楽しみにしてまた早起きしたからかな。あでも天気予報通りで曇りって書いてたからね。早起きしたもんね。猫教えてもニャンニャンって言ってもワンワン。4本足の動物が全部ワンワンなんだろうね。多分そう、彼女の中ではきっとそうね。ガチャン一生懸命ガチャンコトンしようとしてるガチャンゴトン、ほら本当だ。ガチャンガチャンゴトン、ガチャンゴトン、そうガチャンゴトン、うん。え今日結婚記念日だって気づいてた？え本当だ。最低。気づいてたよ。世の中の人たち絶対忘れてるしね。ひどいね。あ今日結婚記念日だ。ちょうどよかったね。ちょうどいいって奥の左側。おおお真っ白。あれなんか規模がちっちゃくなったね。なんかね、うん、まだこれから作るのかな。もう終わり？もう終わりだと思うよ。2月だし60日間だけだもんね、うん、人が結構多いねやっぱりね。そうだね。でも思ったほどは。あバスも来てるよ。来てる。到着。靴下履くんだよ。おはよう。あれ隠れて行こうか。あ、あ、くれんの？どうぞ。ありがとう。さあ到着です。天気は意外に晴れましたね。久々ですね、叱別湖コタン。ここ夏は湖なんですよね。でその湖が凍った上に鎌倉みたいのを作って楽しめるというそんな場所でございます。じゃあ一旦戻って娘を迎えに行きましょうか。よしじゃあ行こっか。気をつけてね。はい、手でつながってて、手でつなごう。かわいいねそれ。オッケー。ミシュランマンみたいになってるね。どうもどうも。なんか見つけた。どうも。檻の上歩こっか。危ない。前こんなのなかったよね。こんな綺麗なパス。でもなえそれがあれば何できるの？年今年、ね、今シーズン入場し放題、うん、500円で。また来る？そうだね。夜とか来たいよね。うん、いいかな。あアイスバーと氷上露天風呂と足湯はシーズンパスが必要で、うん、あれ多分それ以外はお金かかんないんじゃない？でもアイスバー入るでしょ。入る。
じゃあお風呂入っておいでよ。だってタオル何もないから死んじゃうよ。足ぐらい雪で怖いんだ。あ、あったよアイスバー。なんか飲みたいね。変えてみする？今飲む？うん、今でいいんじゃない？空いてるし。わ、すごいね。綺麗だね。カフェオレとかね。でもこれ持って歩くの大変だね。後にしようか。ダメか。すごい晴れてきたよ。おお、久々に来た鹿里別湖コタン。よかった晴れて。ね、うん。スノーモービルだ。この前スノーモービル乗ったさ。いいな。楽しかったよ。乗りたのバナナボート。バナナボート、ああ後ろで引っ張るやつね。うん、いやー気持ちいい。お腹すいたね。お腹すいた、すっごいすいた。ここなんか食べ物あったっけ？ないよね。カフェあるってネットで見たけど。飲み物だけじゃないかな。あ、この中はね。うん。ね。手でつなぐ？手ではいいです。いいって言われた。楽しそうだね。楽しいかい？追いかけてるでしょ、追いかけてるでしょ。追いかけてるな。あ、ねえ、あそこさ、露天風呂と足湯ができたんだね。うん、だからみんな入ってるんだ。そういうこと。どうぞ、よろしく。転んじゃったね。はい、タッチ。よいしょ。はい、タッチ。よいしょ。はい、頑張れ。よいしょ。はい。結構中に入れないところが多くなってますね。なんでだろう。溶けちゃってるのかな。どうしたの？疲れちゃった。氷の下はどうなってるの？あ、ここ標高800メートルのところにある湖なんだね。北海道では一番標高が高い湖となっています。12月から2月は鹿里別湖の方が南極昭和基地よりも寒いんだ。お、南極の氷が置いてある。え、このお湯花火やってみたい。よく冷えた空気がとても乾燥していて、熱湯を巻くと地面に落ちず蒸発します。これ北海道の寒い日でもできますよね。ちょっと試してみたいね。じゃあ最後なんか飲んでいきましょうか。では隣からお渡ししますので少しお待ちください。お待たせしました。はい、滑りやすいのでお気をつけ持ってください。うわじゃあこれなんかあのポケットとか先に入れて、はい、あ、持てる。氷のグラスなのでめっちゃ滑ります。どっかで飲むか。あ、あっちにあるよ。片手じゃ持てない。あ、すごい。懐かしい。どう？キンキンに冷えてそうだね。うん、キンキンに冷えてる。手袋したが必要だった。あら、ではいただきます。はい、おお。美味しそう。美味しい。あ、クックでも滑りよりいいよね。うん、これでも飲みづらそうだね、ちょっとね。うん、分厚いもんね。こっちかな、今。
それこぼれるんだけど。美味しかったよ。よし、じゃあいただきます。ちょっと怖い。いいじゃん。でも落としても割れない。どう？うん、美味しいよね。美味しいね。これ何？シーベリー。やっぱカルピスとこれを一緒に頼むっていうのはやっぱショコが多くない？おお、全部入るかな。あ、ダメだ、これちゃう。綺麗だね。ちょっと待って、こぼれそう。入れすぎだ。怖い怖い怖い。うん。音出ちゃうさ。わかる。ジッケ。よいしょ。これは飲めないよ。ジッケ飲めないから。おいしいね。うん。この場所、場所もいいんじゃない。唇が冷たい、ね、ごちそうさまでした。美味しい。でもさあ、じゃあ帰るか。帰ろうか。次行こう。次、すごい。思いのほか天気も良かったし ね、良かったよ。しかり別ココタン綺麗でしたね。楽しかったです。それじゃあ帰りましょうか。天気のいいうちに行きましょう。あ、もう行くの？もう行くの？もう行くの？飲むの？おいしい。じゃあ行こうか。あれだね。もっと遊べる場所あるかな。鹿追いの道の駅寄って帰ろうかな。見に行った。ニッコニコ。ここだね。お腹すいた。なんか食べたい。太陽当たるとこがいいね、うん、駐車場。温めよう。うん。川ちょっとだけね。暑くないか。暑くない。食べて終わり。おいしい。お、おいしそう。おお、お、肉じゃがだね。こういう系。あ、おいしそう。あ、うん。いただきます。はいはい。あ、うん、肉じゃがの匂いする。うん、おいしい。ほう、食べれるわ。食べれるってよかったね。ちょっと暑いからさ、冷ましてからね。暑いわ、うんうんうん、肉じゃがだね。ね、うん、おいしい。おいしいね、それ。おいしいね。シートがくっつくのがすごくいいね、子供いるときは。さあ、戻ってまいりました。すごい燃費 15.3 でございます。やっぱりロングドライブするといいですし、冬でもステップワゴン、ガソリンターボエンジンなら燃費は落ちないですね。夏も冬もほぼ同じ燃費出ると思います。まあ、どっちにしてもエンジンかかってるんで、暖房でエネルギー使うわけじゃないですからね。というわけで、先ほど帰ってきて車の中片付けました。で、燃費なんですが、ちょっとここに出しておきますが、計算するとリッター16ぐらい満タン砲で走ってますね。結構思いのほか冬の燃費、このステップワゴン良くて、すごいね。これだけ走れば十分かなと。冬に関して言えば、本当ノアとほとんど変わらないぐらい、今のところ走ってるような気がいたします。というわけで、今回の動画はこれで終了となります。また、冬、家族でドライブ行きたいですね。
それではまた次回の動画をお楽しみに。